ボクシング競技の会場となったエクセル展覧会センターのロンドン五輪開催期間中の外観ボクシング競技が行われたリング2012年ロンドンオリンピックのボクシング競技は7月28日から8月12日までエクセル展覧会センターで開催された国際ボクシング協会管轄、ロンドンオリンピックで初めてオリンピック種目に女子ボクシングが加わった 女子の開催が決まったことにより、オリンピックの26競技が男女開催となった。男子はフェザー級が廃止され10階級に再編され、女子はフライ級、ライト級、ミドル級の3階級で行われた。各国代表は各種目1選手の出場が認められており、下記の大会の対象者が五輪の出場資格を得た。時間はイギリス夏時間へは、 アフタヌーンセッションで午後1時半からい、e、わ、イブニングセッションで午後8時半開始となっている。この大会では事前に、キューバのそれまでの圧倒的な勢いが衰え、米国の選手層も薄くなっていたことから、ロシア、ウクライナ、英国が勢力の中心となることが予想されていた。キューバ失速の背景には、トルコ系ドイツ人が、キューバのアマチュアエリートたちをプロに引き抜いてきた事実。米国男子は 前回の北京大会での銅メダル一つからさらに後退し9階級に出場しながらも準々決勝に進出したのはウェルター級のみで1904年のセントルイス大会以来初めてメダルを一つも獲得できずに終わった。その一方で1968年のメキシコシティ大会以来メダルを獲得していなかったブラジルと日本が男子競技で それぞれ二つのメダルを獲得した。開催国となった英国は三つの金メダルを含む、経営5つのメダルを獲得し、同国のボクシング競技には次大会へ向けて1380万ポンドの強化費が配分されることになったが、これはそれまでの4年間と比べて44%増加し、他競技と比べて最大の伸び率であった。大会閉幕後間もなく5名の米国代表選手の プロデビューが発表されたボクシング競技が行われたリングの周辺2012年8月1日に行われた男子バンタム級の2回戦では清水聡氏と対戦したマゴメド・アブゥルハミドフが3回に6度倒れたもののポイント勝ちを宣言され会場はこの結果に大ブーイングで応えた映像1清水陣営は規定の500ベドルを払って抗議し 相場は少なくとも3度はダウンと最定されて3回の途中で試合は終わっていなければならなかったと判断して、清水の RSC 勝ちと結果を修正し、この試合で主審を務めたトルクメニスタン人はオリンピックの審判メンバーから追放された。オリンピック開催に先立って英国放送協会は相場が実質的な母体となっているワールドシリーズオブボクシングの幹部が アゼルバイジャンの人間から投資を受け、オリンピックのボクシング競技において、同国の金メダルを2つ保証したという買収疑惑を報道していたが、アブドゥルハミドフがアゼルバイジャンの選手であったことから、この不正疑惑が再燃し、多くのメディア、国際ボクシング協会買収報道も参照。ありがとうございます。